皆さんこんばんは。こんばんは。ノリの穴ですか。まだ流してないけど先週から、はい、これ動画撮って、はい、YouTube のあら野良犬チャンネルの方のダイジェスト絶好調の野良犬チャンネルにということでね、今週は、はい、デブ芸人、デブ芸人じゃねえ、あ、ハゲの方を強調してよろしくお願いします。ハゲハゲドラですよ。あんまりはい、よくわかんねえ格好してきてんな、お前。それ何ですか今日も。それ何そのズボン。これなんかもらったんです、おばちゃんボケでしょ。なんかそれ作業、いや違いますよ、作業ズボンじゃない。違います違います。なんだ、サルエル、サルエルみたいな、サルエルみたいなやつです。サルエルじゃねえだろ。いやなんかおすぎみたいなことすな。ピーコか、ごめんなさい。ピーコさんみたいなことすな。ファッションチェック毎回変な格好したら、はい、モザイク入れっからね、 YouTube の方は。いや、いいですよ。逆にこいつどんな格好してんだろうと思われて伸びればいいんで、片切り次第だけど、よろしくお願いします。やっぱでもね、このニコ生から YouTube にも流すということで、やっぱ愛子さんのやっぱそういうね、なんか普段聞けないような話とかを皆さん聞きたいと思う。そうそう、いや普段聞けないとこじゃなくて、ここんとこさ、はい、ライターさんから連絡が来る、はい、来て聞かれるのが必ずさ、ネオのことなのよ。ああ、中日ドラゴンズネオ君、ピッチャーになったじゃん。うん、そうですね、投げてましたね。でなんかみんなさ YouTube でさ、はいはい、もう速攻でなんかそれ上げてなんかいろいろ言ってんじゃん。はいはいはい、はい、もうダルビッシュもなんか言ってたし、うん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 、だけどさ俺はね、そのライターさんとかに言ったのが、今ね抑えたとか、うん、ね152キロ出たとか、うん、そんなことでもう一喜一憂して騒がない方がいいんじゃないのって。おそれは どういうこと。いやだってまださピッチャーとして確立してないしさ、バッターとしても確立してないじゃん、うん、はっきり言って、はい、ピッチャーだってさ、はっきり言えば消化試合っていうか負け試合になる。まあそうですね、はい、だから全然チームに貢献してるという場面では投げてるわけじゃないじゃん、はいはい、なんかさ一応こうちゃんと記録がね、セーブを上げたとか、カットしたとか、うんうんうん、なんかなった時に初めてみんなが評価してあげればいいから、はい、今はいちいちあだこうだ言わない方がいいんじゃないのっていうことを言ったの。なるほど。だってこうやってさ152キロ出たとか岡本三振取ったとかいろいろ大騒ぎしてるけどさ、打たれだしたら今度逆に叩き出すからね、まあ、やっぱり無理だとかさ、はい、でそんなことしたらかわいそうじゃん。はい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 、はっきり言ってだからそのニュースでやっぱちょっと疑問というか、うん、あ本当にあるのかなって思ったのが、うん、その大阪桐蔭が、うん、中日となんかこう、なんていうか窓口をなくすというか、そのうちの選手は中日であげませんよみたいなことを大阪桐蔭が言うんじゃないかみたいな記事を見たんですけど、うん、そういうのって結構あるもんなんですか。いや俺はちょっとプロと高校はそういう関係とかなんかっていうのはあんま聞いたことない。大学とかあるんですか。いや大学なんか昔は社会人だった。はいはいはい、はい、なんかその例えば早稲田が巨人にその桑田問題あったじゃないですか、うん、桑田が早稲田行くって言って巨人に入ったみたいなのがあったから、うん、早稲田と巨人のパイプはないとか、うん、なんかそういうのがちょいちょいな、まあ本当都市伝説みたいな感じですけど、うんうん、あるんですけど、それって野球界を見てきたと本人としては どうですか。あるもんなんですか。どうなんだろう。はい、その球団とどうこうっていうことより、こう野球界にはね、早稲田ライン、慶応ラインっていうのがあるんだよ。へぇー、なぜか。だからジャイアンツって慶応じゃん。多いですね。そうですね。昔の俺と同期のさ、何だっけあいつ。巨人で慶応、まあ吉野部とかも慶応。吉野部もそうだし、その前大森もそうだし。ああ、はい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 。その前に俺と同期でいたのよ、あいつ何だっけ。途中、広報かなんかにもすぐなっちゃったんだけど。はい。守備要員でしかさ、はい、俺今でも覚えてるのは守備要員、守備はそこどこうまかったんだよ、はいはいはい、で守備要員でベンチ入ってたんだけど、突然なんかあれ長嶋さんじゃないかな監督、わかんないけど
大体行けって言われて、うん、昔はさ、それ横浜スタジアムで人工芝の時って守備用と、打つ時用でさスパイク履き替えてたわけよ、はいはいはい、守備の時は普通のシューズ履いてたわけ、うん、でそいつさあのシューズ履いたまんまさもう慌てて言われたからバットボックス入ってでそこでホームラン打ったのが初ホームラン。へえすごい。すごい。誰だっけ？上田？あ上田だ。そう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 。はい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 。へえ。あの慶応だよ。大学ですか？慶応大学。そうそうそう。へえ。今巨人はなんか東海大派閥が多い。まあそれはね、原さんのあれがありますけど。うん、逆にな阪神早稲田多いですもんね。岡田監督だが鳥谷連れてきたりとか。うん、そういうとかラインがあるってことなんですかね。うん、はあ。マリーンズ優勝ありますかってはっきり言ったらないね。あら、うん、それは何がどう考えたって無理じゃん現状。今 4位とか5位とかでしたっけ。だいや、うん、優勝とかファンはさ優勝だどうのこうのベストだなんかも言うけどさ根拠がないじゃん。言うのは簡単だよ優勝なんて。まあまあそうですねでも、はい、やっぱりさ優勝候補に上がってるチームってのは根拠があるじゃない。エースがしっかりしてるとか打線、はい、がしっかりしてるとかヤクルトなんてさ、はい、もうピッチャーもいいしさ、はい、打線もいいしってもう異次元ですよね。当たり前のように周囲にいるっていう感じや。そうですね。まあだからはっきりわからない、あの誰が予想してもわからないのは阪神だけだよ。いやそうですね。あのなんかもうよくわからないあの交流戦から突然の、はい、あの変身して覚醒したかなと思ってるけどカープに一つも勝てないっていうさ。しかも昨日カープに、あのお情けで引き分けにしてもらいましたからね。中村翔成が三塁がこけてそんなお情け引き分けありましたけども。あでもロッテで言ったら、うん、新外国人がオスナっていうのが入ってきたじゃないですか、うん、あれちょっと気になってるんですけど、うん、なんか元メジャーのセーブ王みたいな、しかもまだ27、8とか若いっていうのがなかなか今までなかったじゃん、うん、そういうメジャーバリバリつまりですけど一回ねなんかメキシコリーグとか行ってますけど、なんかそういうの入ってくるなんかワクワクするなと思いますけどね。でもロッテが補強すべきはピッチャーじゃない気はしますけど、うん、野手というかっていうかさ、はい、打線もさ外人頼みなのに外人も打ったり打たなかったり、ね、そうですね。で若手が全然伸びてこないっていう、で中堅どころもさこうなんかもう一つ安定感に欠けてくるっていうさ、だからなんだろういい選手はいるんだけどなぜか。そうですね、うん、もう安田なんてもう何年言われてんだって感じ、うんね、だからそのまあかわいそうだよ、うん、村上と比較されちゃってさ、いや同期がもうそうですもんね、うん、村上がすごすぎますもんね。あれやっぱ村上はもともとの素材で言ったら、うん、清宮とか安田とかってあんま変わらないっていう。いやいや高校の時から絶対村上の方が上って俺らも言ってた。あそうなんですか、うん、絶対この子の方が上だって。あそれやっぱその俺清宮あんまり高校の時いやダメではないよ、はい、ただいろいろやっぱプロ入ったら苦労しちゃうなっていうバッティングの形をしてたから、それを考えたら村上の方が上だよねっていう、まだ清宮より安田の方が上だよねっていう話をしてたのよ。あじゃあまあその見た目というかその時の印象通りの今感じになってるってことなんですね、うん、だからずっとじゃあ斎藤佑樹ダメだセット勇気ダメだ、多分愛子さん以外全員思ってました。いやいや、はい、俺はあれが入る時から言ってたんだから、で俺昨日も連絡来たさライターの人がさ、はい、いやでもなんか持ってますよっていうか、誰絶対もうハンカチしか持ってねえからよく見とくほんとその時からハンカチも持ってなかった、入る前から。なるほど。もうそれは何でかって大学の時投げてるの見て、はいはい、これ多分プロ行ったら無理だろうな。落合さんも同じようなこと言ってましたよね。高校時代のままだったら高校から行ってたら分かんなかった。大学4年間でもう要はこれね、昨日ねたまたまねネオの話になって、はい、されて、はい、ネオとよく似てんのが斎藤佑樹だっていう話をしたのね。それなんでかっていうのがネオがすごく苦労してる藤原も、うん、大阪桐蔭のさこう OB ってさ今すごい活躍してる、うん、あそうですね、だけどあの活躍してる連中って
ものすごい荒削りでプロ入ってきてるのよ、はい、で伸びしろを持ってプロに入ってきて、プロであのいろんな形を覚えて、うん、技術も覚えて伸びてったっていう選手ばっかなんだけど、うんうんうん、根尾と藤原って高校で出来上がりすぎてる。まあそうですね、うん、確かに。で斎藤佑樹も大学で出来上がっちゃってて、もう伸びしろなくプロ入ってきてるから、うーん、だからよく似てるって言ったの、うん、はあ、なるほど。だから伸び悩む、あ、ネオがすごい伸び悩んでるのそこじゃないかなって。あとさ、どこ目指してんだろうっていうのがすごい不思議だよねっていう話をしてたんだけど、はいはいはい、まあ、ピッチャーだったらどういうピッチャーを目指すとか、うん、バッターだったらホームランバッターなのかアベレージなのか、うん、何なのかっていうのが全然見えてこないじゃん、うん、確かに、ね、そうですね、うん、守備も外野なのか内野なのかも見えてこないですね、分かんないじゃん、はい、だからすげえかわいそうだなとか思うよね。あ、でもなんかよく、まあ、今回そのピッチャー挑戦みたいな形になった時に、うん、なんかかわいそうだとか、うん、なんかよく言われて、中日の育成がどうのとかっていう、うん、なんか4年目、3年目でしたっけ、4年目、うん、の高卒の4年目の選手って、うん、もうなんか一人前になってなきゃいけないんですか、まあ、なんか一人前じゃなくても、はい、こう行き先が見えてないとおかしいよね。あ、でもそれはでもネオ君側にもなんか要因はあるんですか？これがね、ドラフト3位とか4位とか育成とかで入ってきた高校生ならいいのよ。ドラ1で入ってきてるから。まあそうで、ドラ1ってやっぱりね、もう確実に一軍で活躍するという大前提のもとに入ってきてるわけよ。はいはいはい、はい、だからこうスタートラインは他の入ってきた高校生とは違うのよ。なるほど、うん、だからいろいろ周りの評価も変わってきちゃうんだよ。やれて当たり前のことをなぜやれないんだ、ね、みたいな。確かに、うんうん、あのコメントやっぱこう大きく見えると、うん、やっぱ千葉イエスマンすぎるんだろうは、うん、悲しいんですよね。いやちょっと待って、お前ここ来いと、お前ここ来てみろ、絶対イエスマンになるから。そんな、いやまあまあすいません、ちょっと気になったんで反論させていただきましたけども、まあそうか。でもネオ君はでもどうですか、その愛子さんって逆じゃないですか、ピッチャーから野手になったじゃないですか、うん、野手からピッチャーってあんま体制してるイメージがないんですよ。ないじゃない。いや本当にいない。だからね、これはね、でもね、良くないのが、うん、もうこんなところのレベルで野球やってる大谷が二刀流じゃない、うん、はい、でその二刀流という括りにネオも入れちゃってるから、あ、かわいそうなんだって、はい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 、無理だよ土台、うん、ピッチャーとしてもバッターとしても、もう大谷はレベルが違うじゃん、うんうんうん、全然、はい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 、そうですね、うん、このまま行ったらさ、なんかさ、ただの器用貧乏な選手で終わっちゃうよ。あ、で大谷なんか、ね、8打点上げた次の試合に10何奪三振でしょ。俺ね、今年だけでもうね、はい、3、4回あるんだけど、はい、テレビをつけて、あ、メジャーリーグ見ようって、うん、エンゼルスの試合見ようってつけた時に、大谷がそのつけた時のイニングに打席回ってきてホームランで4回ぐらいあるんだよ。へぇー、この間もそうよ、あの1本目。へぇー、びっくりした、また打ったとか思う。運がいいというか。でもまあ結構まあまあほぼホームラン打ってるイメージありますからね、うん、毎日ニュースに上がりますよね。でもね、うん、大谷もね、あとね、シーズン始めより、これは俺が、うん、ずっと見てたからかも分かんないんだけど、うん、ちょっとだけスタンス幅が 狭くなってるんだよね。最初の構えの、あ、そうなんだ、うん、それはやっぱブレないように、いや多分回転力が、体の回転があんまりにも広すぎちゃって、回転力が足んなかったからなのか分かんないけど、なんかね、ちょっと最初の構えのね、スタンサーが前より狭くなったかなっていう感じがする。へえ、本当でも数センチ、数足一足分ぐらいかなに感じるんだよね。
へえ、うん、やっぱそれでもやっぱ違うもんなんですか、だいぶ。でも大谷って器用なのがさ、昨日のさ先発して投げた最後の三振取ったやつって横から投げたからな、スライダー。あ、そうなんですか。へえ、サイドスローなんかね、みんなそういうとこ見てねえよな。なんかもうだから解説者どこ見てんだと思う。本当に。え、それは何があいつだから俺ね、大谷すげえなと思ってるのが、あいつ上からなオーバースローじゃん、はい、上から投げてるのにスライダーが真横に曲がるのよ、うん、すげえスライダー投げんなって思いながら見てたんだけど、昨日最後横から投げたもんな、横気味から。へえ、最後のスライダーやっぱじゃあ横の方がスライダーって曲がるんですもんね、やっぱり。いや、そういうわけでもないんだけど、上から投げるとちょっと縦気味になりやすいね、角度が、うん、はあ、なるほどね。だって気合い入れたら100マイル出てたもんな。それはもう本当にそうですね、すごいな、確かに。まあ、でもなんかあれの試合を見てるだけでもさ野球は楽しいよね。でさ、大谷のさ打席の後方でさ、なんかさ女の子がこうやってなんかやってんだよね。何？向こうの女の子がなんか念を送ってるシーンがあって、あってで、あのそれでホームラン打ってびっくりしてるの。お前が送ったのに。2人か3人ぐらいで今若い女の子が、はいはい、大谷向かってこうやって念を送ってんだよ、うん、なんか、はいはい、で、打って驚いてるんですか？2回とも。で、お前が送ってるの。おかしいっしょ、それ。すごい。いや、そうなんですね。いや、でもそれでもエンゼルスが勝てないのは、なんでなんですかね、あそこまですごいバッターがいて、ピッチャーがいて。いや、だってエンゼルス、すごいバッターって大谷と、フォールス、トラウトと、あとウォルシュ、はい、で、ウォードって1番打ってるのもいるけど、最初、前半すごかったけど、途中からちょっと下降気味で、まだ3割も切っちゃってるじゃん。はい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 、1番打って、ライト守ってんの、はい。で、この3人しか、4人しかいねえんだろ。で、ウォルシュも今年、去年ほど打ってないから、で、あとはさ、もうこの間の、昨日の試合なんかでもそうだけど、見逃し三振とか、そんなばっかなの。だから、もう大谷なんかかわいそうだったのさ、ね、先発した試合さ、前の日が11時近くまで試合やってたから分かんないけど、トラウトとさ、ウォルシュさ、あの休みだったからな、はいはいはい、だからもう打線がさ、一軍半みたいな打線になっちゃって。なるほど、今日の中日みたいな感じですね。はいや、まあそうか、まあ、まあ、でもエンゼルスもなんか、大谷いる間にちょっと黄金期迎えてほしいですよね、うん、ね。なんかかわいそうでしかないですね、あんだけ成績残してもやっぱ勝てないとなると。でも6勝してっからね。いやだから大谷が勝つのはいいですけど、うん、やっぱ優勝してほしいです。前半調子よかったね、貯金11個くらいまで、はいはい、だから10なんか連敗したっ、そっから十何連敗した、そうそうそう、14連敗かなんかか、うん、そうそうそう、で監督解任されていや、いうとこ向こう怖いよな、うん、いや、そうですよね、シーズン中にいきなりだもんな、うん、まあ、日本でもいきなりファームに降格っていうだけどよ。あ、あれで、うん、ハルさんブチ切れ動画あったじゃないですか、なんかあのミーティングのところ、そう、そう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 、だから僕愛光さんの、このパワハラに慣れてるから、うん、え、普通ですけどと思ってたんですけど世間が俺見てないんだよね。あ、本当ですか。どんなやつなの。いやだからそのエンジンとも、とりあえず3試合ぐらい点取れてなかったです、とにかく、うん、で、野手陣に、うん、お前らいい加減にしろと、うん、いつまでな甘えたことやってんだみたいな、うん、しっかりしろっつって、うん、でそれがちょうどテレビに映っちゃったんですよ。それがパワハラだって言ってるの。そうそうそう、へ、まあそれがなんで、俺メッツとか、今教えてる中学校の子供たちなんか毎日普通に言ってるよ。いや、そうですよね、うん、だからそれ聞いてるから、うん、俺警視庁の時なんて相手にパワハラしてたから、ね、それはね逆恨みなんですよ。逆恨みなんですよ。うちのその時ベンチでスタッフに止められたんだよね、はい、なんかねデッドボール当たったのかな、なんかわかんないけど、なんかブツブツマウンドでこっちの選手が言ってたらなんか文句言ってたから、おい、文句なら言ったろって警察入ってたから、だから懲役覚悟で言ったろって言ったら、言ったらダメダメダメとかって。
でもそういう時は一般市民を殴ったのと同じ扱いですかね。公務執行妨害とかじゃないですよね。どうなんだろうね。公務じゃないですよね。野球じゃないから。いや野球がもしかしたらクラブチームで公務っていう。あ、でも あいつは福利厚生でやってんだからね。お、うん、どっちなんですかね。いや、こんなとこにいる場合じゃねえだろ。いや、まあ、ずっと文句言ってたんだよ、お前、バカ野郎、お前、高速の賽銭箱の裏に隠れてんじゃねえよ、この野郎って言って。あいつらいつも料金所の裏に隠れて、はいはいはい、金やるじゃん。はい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 。先生、堂々とやれ、この野郎って言って。そうですね。コメントで、あの、反社の方ですかって、はい、ありましたけど、反社の方です、この人は。はい、何が大丈夫反射で育ったんですか。そうか。いや、まあそうですね。だからそのそこがなんかパワハラになって、でもう一個ちょっとタイミング悪かったのが、ぶち切れてその後点取れなかったんですよ、チームが、うんうん、だからそんなもんなんかこう何あのもう今の時代にそぐわないと、うん、それでもし中日が打線爆発して勝ってたら何も言われなかったと思うんですけど、ブチ切れて、うん、まあ、ちゃんとやるなっつった後にちゃんとやれなかったんですよ、選手が。あ、だからそれが問題になっちゃった、ね、それドラゴンズのね、はい、選手がダメだな。あ、ね、これはね、手前味噌的な話なんだけど、メッツにね、高校に野球部がなくて、で中高一貫の学校の子だったんだよ。で、高校に硬式野球部がなくて軟式しかないからっていうんで、硬式やりたいって言ってメッツに中学校卒業して入ってきたんだよ、3年間。へぇ、ですげえんだぞお前、高校野球やってないのに大学推薦で行ったんだから、ね、野球推薦。すごい、すごい立派になったんだけどさ、うん、まあだからきっかけじゃないんだけど、そのね、すっごいライバルチームとね、試合があったわけよ、うん、駒沢で。でさ、初回にさ、うちがさ、バーンと3点ぐらい取ったわけ、はい、そしたらさ、その後にさ、なんか、そいつが先発だったんだよ。あ、ピッチャーで。そう、はいはい、で、カンタってやつなんだけど、したらさ、初回にさ、なんか、簡単にまた点取り返されちゃって、あー、あんま良くないですね。別に打たれたとかなんかいいんだけど、うん、マウンドで、なんかヘラヘラした顔してたから、俺、頭しちゃって、うん、お前、ちょっと来いっつって言って、ベンチで。もうなんか選手全員が絶対愛子さん、カンタ殺すと思ってもう椅子バーンって蹴って、てめえも相手殺す気でやってこいこの野郎っつって言って、 その次から本当に一球投げることにうわーとか声出しながら投げたらビタッと抑えちゃったな。へ、勝ったのよ、その試合、うん、ほんでそっから急にどの試合投げても抑えちゃうのよ。なんか掴んだんですかね。じゃあそれでもうその愛子さんにその脅されたとかいいんじゃなくて、あれの時のきっかけになんか気持ちが変わったって言って、そんであれだぞ、武蔵大学専門を投げさせたら向こうの大学の総監督がうちにくれって言ったんだよ。だけどもう東北の大学に決まっちゃってさ。あ、もう決まってて、はい、すごいな。だからそれがきっかけになる人もいるってことですからね。だからね、うん、いやだから時代とか関係ないんだって、はい、確かに。だって結構選手同士でもメッツなんかやってるよ、選手が、あ、意外でしょうね、やろうとかって。あ、選手同士よかった、野球賭博の話かなと思って。違う。あ、言い合ってるんですね。言い合ってるというか注意し、でもその難しいのが、クラブチームって、うん、まあ中高だったら、うん、学年で上下があるじゃないですか、うん、クラブチームとかで、あ、うん、入ってきた順番とかでもなんか今もう年齢もねみたいな感じがあるけどな。確かに。だからそこでなんかちょっとお前らちゃんとしろ、ちゃんとやれよみたいな。でもやっぱね、野球の実績もかかってくるよ、うん、あ、なるほど。所詮クラブなんてさ、うん、レギュラーじゃないやつが来たりとか、そういうなんかヘタレみたいなのが多いからさ、うん、だから中にはもう本当ヘタレで、うん、練習がきついだろうなんとかつってやめてっちゃうのもいるんだけど、うん、はいはい、うん、だからその春のまあなんか俺は見てないからわかんないけど、うん、ね、だったらじゃあ星野さんどうするんだって話ね。いや、そうですね。でも俺はそれを経験したからこそよくわかる。やっぱね、うん、こう
そういうものって時には必要だよ、勝負事って、うん、まあ勝負やっぱさ、相手にさ勝たなきゃいけないんだから、なんかもうその弱い気持ちでやってたって勝てるわけないじゃん。確かに、はいはいはい、将棋指すわけじゃねえからさ、同じ勝負でも、はいはいはい、はい、そうか、気持ちが大事みたいなところがあるってことですね。だけどね、一人面白いのがいてさ、うん、メッツ入ったばっかの時にさ、大塚っていう左ピッチャーの球速いのよ、うん、だけどもうバカなのよ。で毎回俺の前に来て、こんな気をつけて、愛子さん今日の課題は何ですかかわいいじゃん、ぶつけてもいいからインコースで勝負したから、わかりましたって初球バーンってぶつけたからねかわいいじゃないですか、めちゃくちゃかわいいじゃないですか、そいつ従順もうね、ゲラッゲラ笑っちゃったいや、いいじゃないですか、でさ、かわいい、そいつさ、もうどうしようもないピッチングしてたわけよ、うん、でさ、本当はピッチャー用意してたんだけど、もういいや、もう、罰則だからもう最後まで投げさせてさ、260球投げたやばっ内並みじゃないですか20点ぐらい取られたかな、すごい、いやもうほんで次の日に、お前体大丈夫かさ、いや、どこも張ってませんとか言うの、タフネスですねそれなんかその、ハルさんは、うん、まあ、17やって A クラス1回しかないとか、だからその実績があんまりこう、うん、でもそれって選手側が言うことじゃないですよ、ね、こんなもんさ、はい、じゃあ誰かがやったから、うん、ずっと A クラスかって言ったら、うんうん、そんなことあるよね、やっぱ結局さ選手だから、うん、選手が活躍できるできるかどうかっていう話になるからさ、まあ選手確かにそうですもんね、だからね、ドラゴンズを見てて一番よくねえのが、要はこれ俺メッツの連中とかにも言うんだけど、野球って仲良くやっちゃダメだぞって言ってんの。おで中学校の子にも言うの、俺がヒーローになってやろうと思えって、うん、はあはあはあ、繋ごうなんて考えるなって、後ろのやつに、ね、活躍のチャンスを与える必要ねえだろって言って、お前が打ってヒーローになれっていう、うんうん、そのぐらいの気持ちでバッターボックス立たなかったらダメだよっていうことを言ってたんだけど、うん、なんかね変なまとまり感がありすぎちゃう、うん、年齢が近いっていう部分もあるから、まあちょっとでもそういう教育ですもんね、みんなで勝ってこうとかっていうのが、うん、最近がね一番ダメダメだから、高校野球で本当に例えばいい方向へもみんな一緒になって向かえるのよ、だけど悪い方向もみんな一緒になって向かうのよ、誰か一人とか二人が何やってんだっつって言って反対方向へ向けるような選手が今ドラゴンズにいないのよ。確かにね、本当は活躍してれば康介がやれるはずなんだけど、康介が今そういう立場にもう立ち位置じゃないじゃん。まあね、でもあれ福留さんってコーチ兼任でしたっけ、コーチは兼任してないんでしたっけ、いや、わかんない、まあでもそういう立場でありますもんね、うん、引っ張れるというか兄貴分ですもんね。だからヤクルトがすごいのが村上がそういう立ち位置じゃん、あいつ阪神のベンチにも向かってったぐらい、いやあれからだってだいぶ変わりましたもんね、ヤクルトの選手。いやだからじゃああれをどう思うんだっていう話になるじゃない、うんね、若造のくせにみたいなのがなるけど、ね、なんかさもう今の時代はみたいなことを言えばああいうこともやっちゃダメだみたいな話になるわけじゃない、そうですね、だけどああいう気持ちの選手がいるからヤクルトって強いのよ。で青木も結構そういうところあるじゃない、いやそうですね、確かに、はい、でピッチャーの石川なんかもそういうとこあるからね、おあ意外とあ見えても、うん、強い強い、あれ気持ちがすごい強い、そうですよね、ちょっとごめんなさい1個だけごめんなさい、コメントに反論しといていいですか、ガーシーに千葉ドラゴンの暴露あるって聞いたら誰って言われたって なんで俺全国区で恥かかなきゃいけないんですかマジ勘弁してくださいよ本当に、そのなんかコメント読んでくれたんだガーシー、狭い世界で恥かくのはいいんですけど、うん、そのワールドワイドで恥かきたくないんですよ知らないみたいなので、ちょごめんなさいね、これだけはちょっと伝えておきたかったんで、ガーシーかいや本当に勘弁してほしい、まあでも福留さん、まあ、変な話今年限りな感じはしますけど、でもまあでも立つがお前もうやめて引退してコーチやれって言ったらやるんじゃない、あれはもうほら
先輩後輩でもあるし、そうか、PA ですもんね。タツをしたってドラゴンズに入ってきたんだよ、うんうんうん、そうでしたね、うん、そうか、まあ中日が ね、うん、ね、で今年、うん、そのまあ中日もそうなんですけど、中日でその主力が右バッターばっかじゃないですか、うん、で阪神って逆に左バッターばっかなんですよ、うん、でそういや大山は、まあ、大山だけ右であと全員左みたいな、うん、だなんかトレードとかすりゃいいのになと思うんですけど、今年全然ないっすね、まだ一件もないんですよ、うん、でなんか秋山が帰ってくるじゃないですか、うん、あれがもしかしたらなんか移籍1号みたいになるみたいな、そのセーブじゃなくて、なんていうんですか、その海外からの移籍、これはあるね、あるそのマスコミ関係の人が言ってたんだけど、期待です。なんかね、あれがトレードになるかもしんねえみたいな話をしてたのよ、はい、あの誰だっけ、あ、中日の、うん、はいはい、でなんかそこの相手が、うわ、ちょっとそれ知りたいですね、いや、ロッテのじゃないかっていう、あー、そう、中日はそうか、いるけど、うん、まあ浮いてますもんねっていう話をされたことがつい最近あったね、はぁ、って言ってたら、あれ一番上がってきてしまって、そうですね、今中ですよ、うん、なんでこんな今年はなんか異例なんですかね、トレードこんなないというか、うん、なんか本当に、でもよくトレードで動くのってさ、ジャイアンツとかハムじゃない、はい、はいはい、はい、でもハムはさ、シーズン前にやっちゃったじゃん、うん、まあまあそうですね、うん、まあ、巨人もそうか、うん、ないし、なんか両ね、背同士とか歯同士のトレードって少ないって言うんですけど、うん、あれは なんでなんですか、あ、だから、要はサインとかが、あ、野手が同じリーグ同士でトレードになっちゃったら、はいはい、まあ、今交流戦があるから何とも言えねえけど、いちいち変えなきゃいけないじゃん、めんどくせえんだよ、え、あれサインってもう1シーズン通して同じなんですか、ほぼ同じ、基本が一緒、へ、ちょっと変わったりとか、右と左が変わるとか、へ、うん、いうのはある、あれ監督が一回出すじゃないですか、監督の出すサインとサードコーチャー出すサイン違うの、だからあれは監督はサードコーチャーに向けてのサインだから、あ、それは何でなの、バレないようにってことですか、どういうこと、え、そわざわざサードコーチャーに一回出す意味は、だってサードコーチャーがお前作戦考えてるわけじゃねえじゃん、もうバカか、いやだからその選手が監督見る、監督見ればいいのかと思った、は、何違うの、それ高校野球じゃん、はいはいはい、はい、うん、プロ野球だよ、違うの、全部サードコーチャーがサイン出すんじゃん、お前らどこ見てんの、野球どこ見てんだよお前よ、それはケツばっか見てっからだよ、本当にそれは分かるんですけど、それは分かるんですよ、ただ別にサードコーチャーじゃなくて監督見ればよくないって思ってるんですよ、その、うん、そのプロではなぜ監督じゃなくてサードコーチャーを見るのかなっていうのが、監督だからね、はい、あのお前らがそういうとこがバカだっていうのが、ね、うん、会社の社長って、ね、一個の仕事だけをやるわけじゃないじゃん、はい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 、こっちの仕事もその場の瞬間にこっちの仕事もあの指示を出したりこっちにも指示を出したりとかしなきゃいけねえんだよ、だベンチで、うん、作戦も考えながらもピッチャーのことをやったりとかヘッドコーチと話をしたりとかしなきゃいけないのにサイン出すことに精力注いじゃってたらそれも何もできなくなっちゃうじゃん、うん、だからそれをサードコーチャーにやらしてるんだよ、うん、高校野球はコーチャーというものが、うん、コーチというものがいないから監督がサインを出してるっていうだけで、納得した？嘘でしょ。分かったような。え、分からんような。分業制じゃないけど、下に下ろしてるってことですよね。え、下に下ろしてるってことですよね。社長が。え、違うの？違うの？合ってるでしょ？いや、言ってみてください。サードコーチャーに仕事を下ろしてることってことじゃない？指示を、部下に対する指示をさせてるんでしょ？サードコーチャーにさしてるの。理解理解。合ってました。分かりました。ピコハン、そんなところに疑問を抱いてるっておかしいよ。
怖い怖い、やめて。違うんですよ、あの昨日から阪神の試合見てたら、矢野さんと井上さんが並んで、両方ともサイン出してたんですよ、うん、同じかどうか分かんないけど、うん、で、それをサードコーチャーが見てサイン出してて、うん、この2人が同時にサイン出してるのは なんかの作戦なのかなと思ったんですよね。 どっちが出してるか分かんないようにしてるというか。そうだよ。でも結局サードコーチャーが出すんだったら相手はサードコーチャー見ときゃよくないって思っちゃって。相手がサインをなんか解読しようとするわけじゃないですか、うん、要は広島側がこいつら次どの作戦立てていくんだろうなって思った時に、うん、サードコーチャーの出すサインっていうのは複雑なの、はい、あ、そうなんですか。で、ベンチから出るサインっていうのはシンプルなの、はい、あ、まあそれは分かるんですけど、だからその井上さんと矢野さんが並んで出してた意味は何なんだろうなって思ってた。いや、だからどっちが何のサインを出してるのか分からないようにしなかったら、はいはいはい、1個のシンプルなんだから1つの動きで、あ、バントエンドランとかってバレてしまったら意味がないじゃん。だからそれを1回サードコーチャーが複雑にして送ってるってことですね。じゃあバッターには、んサードコーチャーがそれを受けてちょっと難しくしてバッターに送ってるってことですか、サインを。そうだよ。かしこまりました。え分かりました。え、だってお前高校野球やってんだろ。やってましたよ、うん、はい。お前の高校サインなんかなかったんだろう、どうせ。なかったです。バント盗塁って言われました。監督がこうやったらバントしろとかでした。本当にそのぐらいのレベルだったんで。はい、日ハムもサイン複雑なんだ。いや、そんなことない。うーん、サードコーチャーの出すサインだって複雑ではないのよ。だから解読しづらいように作ってるっていうだけで、やる側が複雑にされちゃったら、サインなんてさ、いや、そうですね、2個や3個じゃないから、うん、最低でも10個ぐらいあるから、それ全部覚えなきゃいけないし、うん、俺言ったらサインって例えば、まあ、バントだったりとか、うん、エンドランとかあるじゃないですか、うん、そのサードコーチャーが送ってくるサインって、例えばボール球だったらバントすんだとか、ボール球でもそういうのはないですか。バントはもうバント、うん、ボールになったらまた次継続のサインが出るのか、バントのサインが出るのか。なるほど、はい。別にそんなとこ見る必要ないじゃん。いや、そうなんですけど、わかんない。いや、たまたまその昨日見た時になんで2人出してんだろうなと思ってちょっと気になったんですけどね。はい、キャッチャーが出してるサインとかも、守備のサインとかもありますもんね。あれはキャッチャーが考えてるんですか、それともベンチ、一回ベンチから来て。大変なんだ。いや、もうサイン、いや、サインに関しては本当に分かんないですよ。いや、分かんなくていいんだって。こっち側だから、すごい、多分分かる必要ないよ。選手とか部分や、覚えられない人とかいるんじゃないですか。まあ、中にはいるよ。え、なんかエピソードないんですか。何、あいつ全然覚えねえよみたいな。いや、覚えないも何もサイン最初から覚えない人いるもん。あ、そうなんだ、うん、外国人か。外国人なんか、うん、ほぼサインなんか覚えないよ、打つだけだもん。まあまあそうですよね、確かに。いや、ちょっといきなりバカさがバレてしまってごめんなさい、ちょっとすいませんね、ここまでなんかバカな感じを出してしまいまして。はい、ゲストの中で一番好きってありますよ、コメントが。千葉ドラさんが一番好きだ。だって僕か鳥越先生ぐらいでしょ。鳥越先生に負けたらもう終わりですよ。負けたらってどういうこと。ビッグボスは予想しないサインを出すって言うけど、はいはい、全然そんなことないよ。あ、そうなんですか、うん、なんかありそうな。なんかね、みんなね、そういう触れ込みで、うん、もうなんかそういうふうに思って見てるからだけで、別に珍しいことやってねえもん、何にも。例えば、満塁で、阪神戦であったのが、満塁で急にエンドランとか、ワンアウト満塁かなんかでエンドランのサイン出したとかって、うん、でもあんまりなんか聞いたことないなと思ってますけど。だって、中学校の軟式野球ってやるじゃん。はい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 。あ、でもそうか。だからそういうのがもしかしたら珍しく見えてる。いや、だから野球全部を分かってない
人が新庄を見たら、プロ野球しか見てないやつが見たら、なんか違うことやってるって思うけど、うんうんうん、そうじゃないって。少年野球とかさ、うんうんうん、野球の中で やってることをやってるだけだ。別に珍しいことやってるんじゃなくて、ただやる必要がないんじゃないかなと思うことをやるから、うん、なるほど。まあだからそうか、新庄監督もね、うん、いろいろとなんかやってますけど、うん、まあ、意外と普通のことやってるんだぞと、普通にあることやってるんだぞっていうことですよね。だから、うん、奇想天外ではないし、うんうん、確かに奇想天外であろうと思って見ちゃうのがありますよね。うん、だそうか、さっきのやっぱあのサインの問題っていうか、その両リーグ、同一リーグ間でトレードがあんまないっていうのの、うん、はまあサインっていう話でしたけど、うん、なんか今年のオフからなんか、ドラフトやるじゃないですか、なんだっけ選手間ドラフトみたいな、要は活躍してない選手を他球団が取れるみたいな、うん、移籍制度みたいな、うん、そういうのはなんかそういうのでなんかレンタル移籍どうだみたいなのが結構なんかニュースで見たんですけど、それはやっぱりサインとかの問題で難しいってことなんですかね、やっぱり。あー、シーズン中にやらなきゃいいだけのことだ。あー、レンタル移籍なんて昔あのドラゴンズで一緒にやってたオトとか、はいはいはい、山田とかっていうのはカープからレンタルだからね。へー、あ、ドラゴンズからレンタルで行ってた、カープ。あ、レンタルなんですか。そんなことあったんだ。だってブライアントだってドラゴンズが本当は近鉄であれレンタルだったんだ。へえ、それって裏でレンタルってことだ。それともなんか表だってレンタルですか。だから表に出してないっていうだけで。へえ。別にレンタルって昔からあるの。そうなんだ。へえ、うん。いや、ちょっと知らなかったですね、レンタル遺跡があったっていうのは。うん。はあ。あ、そう、現役ドラフトね。現役ドラフトが今年からやるってことらしいですけど、うん、いや、俺それよりもあのいちいち FA を NPB に通達しなかったら、うん、FA 権をあの使えないとか、もうそういう制度をやめろって思うよ、うん、あの FA 取ったらもう権利なんだから、別にいちいち通達出さなくたって FA という枠に入ればいいだけじゃん、うん、FA 権を取った選手は、はいはい、でその中であの FA 権というのはどことでも交渉できるわけだから、最終的には自分の球団と交渉すればいいだけで、うん、他球団とはやっちゃいけないんじゃなくて、それをあの得る権利を取ったわけだから、うんうんうん、別にそれをさ、いちいちさあの通達しなきゃいけないとかって、もうそういうことやってっから、だから FA 市場がおかしくなっちゃうのよ。もうなんか特別な選手しか FA をできないみたいな、うんうんうん、いいじゃん。だからフリーエージェントなんだから、もうよく日本の場合よくわかんないのが、自由契約とフリーエージェントの違いがわかんねえっつうんだよ、うん、あ、確かにそうですね、そうフリーになったんだから、うんうんうん、別に他球団と、うんうんうん、交渉、他球団もお前うちに来ないかと、でもなんか FA だといくらあの金がどうとかこうとかいろんなルール崩れちゃったじゃん、はい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 、なんかそうですね、人的保障がどうとかってことですよね、うん、あれ海外だとない、アメリカの場合はいや、ないわけではないけど、でももう権利だからね。なんかアメリカだとよく言うのはその贅沢税みたいなのが、選手の総年俸が決まってて、それ超えたらなんか税金多く払わなきゃいけないとかっていう、なんかそういうのを聞いたんですけど、それはどうなんですか、日本でもやるべきだと思います。でも日本ってさ、正直言えばさ、ちょっとまだメジャーを基準としたら夢のない金額だよね。もう2桁全然いっていいと思うし、10億20億もらったっていいじゃんとか思うけどね。あ、まあだからその相場というか、他のプロスポーツと対比して、別に何ですかね、日本プロ野球が日本の中でもらってないわけじゃないじゃないですか。その日本のプロスポーツの中でもらってる方、日本のプロスポーツの中でプロ野球と比較しちゃダメだって。
あだってお前よく考えてみ、サッカーなんかね、J リーグやってるけど試合数も少ないけど毎試合3万人、4万人呼べねえだろ。うん、ね、それはそうですね。プロ野球年間100何十試合呼べてんだよ。もうそんだけやっぱ人気度とか歴史とかが違うわけだから、そこはもう別格だよ。まあ他のスポーツに夢与える意味でもやっぱ10億20億は欲しいですよね、うん、プロ野球選手はね、確かに。あとは、はい、プロ野球はもうちょいフランチャイズ制をしっかりとってやるべきかなとは思うよね、うん、チーム数も増やしていいから、はい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 、きちんとフランチャイズ制にして野球をやった方がいいような気がするよね。東京に3チームもいてとかさ、うん、じゃなくてさ、うんうん、だから四国、今だから俺はずっとこの間も言ったんだけど、オリックスは四国へ行った方がいいって。オリックスがですか、うん、大阪は阪神がいるんだから、うん、そうか、ね、阪神戦とオリックス戦があるって言ったらどっち行くって、みんな阪神の方がいいわけじゃないですか。だったら四国行けっていうの、そのまだまだ人気あるよ、俺はチームになるんだから。四国、オリックス四国か、うん、ありですね。でもね、だって四国はさ、四国アイランドリーグあるじゃろ、はい、独立リーグの、はいはい、あれも失敗してんじゃん、全然客入んねえし、はいはい、プロ野球行った方がいいんだよ。あ、まあそうか、まあ、うん、野球強いですもんね、四国、ね、でも東北には楽天いるし、北海道はハムがいるし、関東は関東でいるし、中部はね、ドラゴンズがいるし、だから東北でも日本海側とか新潟とかね、あっちの方だから少しこうだから数が、あとあそこ金沢とか金沢の方と、の四国、ね、九州は、まあ、北九州の方にソフトバンクいるから、もしあれだったら鹿児島とか宮崎あたりにもう一球団あってもいいかなっていうぐらいで、かわいそう、リックス。え、まあ確かにね、そうですね。いやだってよく考えてみ、なそうだろ、大阪の人だったら多分そうだと思うよ。大阪でお前こチケットやるけどどっち行くって言ったら、阪神戦のチケットってなるじゃん。確かに、ね、大阪で多分、うん、オリックスファンと巨人ファンどっちが多いかって言ったら多分巨人ファンが多いと思います、うん、だからそれぐらい多分、うん、オリックスは大阪そこまでだと思いますからね、うん、だから織姫とかやってたって全然さ、うまくいかなかったし、うん、俺何よりさ、ロッテオリックス戦をさ千葉マリンに見に行ったら客の入らないのがあまりにもひどくてさ。まあまあ、うん、そうですね、佐々木くんも来る前だしね、うん、そうか、まあ、四国だったらそのワンチャンあるかもな。いやだって望んでると思うよ、うん、どっかの球団来てほしいって、うん、で今さそれを考えたらオリックスが一番いいんじゃないかなって、近いし。まあね、確かに近いか、だって神戸でしょ、うん、もともとは、うんうんうん、だったらあれでしょ、すぐじゃん、橋渡って、橋渡って、橋渡って、ね、確かにそうっすね、うん、そんなに苦労する、まあ、移動ではないはずなんだよ。まあまあ変わらないと思いますね、さあ、四国なんとか、四国オリックスなんとかなんとかもうなんか名前を変えて、ね、四国でやりゃいいんだよ、東北楽天ってなってる。あ、そうか、福島じゃないですもんね、うんうん、四国でも4県あるじゃないですか、うん、どこに。でもあそこなんか香川県かなんかどこすごい松山にあるんですね、坊ちゃん、坊ちゃんがある、はい、うん、ありますね。まあそうか、いい球場あるのよ四国。あ、でも高知は昔キャンプいっぱいやってましたもんね、うん、だから球場はあるっちゃあるんです、うん、ある球場もあるし、でね、人もいっぱいいるわけだから、そりゃ四国と背負って野球やってくれたら、それはやっぱり四国の人間は応援するでしょ。いやー、そうです、ね、ほんでさ、四国出身のさ、うん、で四国って結構高校野球も強いじゃん。強いですね。そうするとさ、四国出身の選手をいっぱい取ったりとか、生え抜きでね、できるわけじゃない、まあ、みんなでそのね、オリックスに行こうみたいに思ってくれるだろうし、うん、いないですもんね、オリックスは絶対行きますみたいな人。あんま聞かないかも、確かに。川口ぐらいですよ、見たの、本当に。そうか、そう。俺はそういう風にした方がいいんじゃないかなって、常々思ってんだよね。フランチャイズ制にして。はい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 。うん、
横浜はどうですか。だから横浜はやっとなんか根付いてくれたじゃない。めちゃくちゃ人気ありますもんね、うん、今、うん、まだにわかファンが多いけどね。あ、そうですか。やっぱなんだかんだ言ってジャイアンツファンが多いから。東京近郊っていうのは千葉だってそうだしさ、うん、ロッテロッテって言ってたってジャイアンツファンの方が多いんだよ。あ、そうなんですね。そうだから長嶋さん生まれたところだ。そうか、うん、今でもやっぱ長嶋さんの力って強いっすよね。そうなると確かにね、すごい、もう何でもミスターですもんね。巨人戦にいたら絶対抜きますもんね、長嶋さんね。そっか、ミスター。で、どう思う？でも、そういう風にした方がいいと思う。面白い。いや、でも僕は球団を増やすべきだと思ってますけど、うん、オリックスが四国っていうのは僕ちょっとね、耳にっていうか目から鱗ですよ。どこが？いや、めっちゃいいと思いました。だから四国に球団増やすのはあるかなと思ってましたけど、うん、オリックスが四国行きゃええやんはすげえいいって言ってました。新しいし斬新。確かにめっちゃいいっすね。いやだからやっぱ特色欲しいっすもんね、オリックスな。特にパリーグなんて、うん、だから今オリックスってさ、うん、フランチャイズどこなんだって思っちゃう。いやそうっすね。大阪なの？神戸なの？うん、合併の時に移籍してればよかったっすね、うん、合併した時に、うん、だ今だと動きづらいですもんね、うん、ちょっと。まあそうだよな、そこで四国行ってたら今頃暑かったでしょうね、うん、めちゃくちゃ暑いっすね、それだったら。いやだから人気、いや四国で人気が出たと思うよ。っ、うん、だってさ、うん、カープとかって全国行ったらやっぱジャイアンツに比べたら人気がないわけじゃない、うん、だけど広島にいたらカープ人気なんてとんでもないからね。確かに、ドラゴンズだって名古屋にいたらもう、うん、ドラゴンズ人気は半端じゃないから、うん、ドラゴンズ一色だから、うんうん、そうか、うん、だからそのぐらいになるはずなんだよ、うん、四国行けば。確かにね、四国行けば。そう、今はだからちょっとね、肩身狭い感じですね。阪神戦とオリックス戦どっち四国出されたら間違いなく阪神戦って言って、阪神4000円、オリックス2000円でも阪神いきますもんね。ちょっとわかる。それは阪神かなってなりますもんね、今だったら。なるほど。いや確かにそうっすね。だってさ、あの阪神のさ応援一緒にやりたいなとか思うもんね。うーん、俺らだってあの感動してたもん、すげえとか思って。六甲おろし歌っちゃうもんね。六甲おろしね。なぜか7回。え、愛子さんライト守ってました当時は。うん、俺レフト。あ、ライトは怖そうっすよね、甲子園のライトは。わかんねえ。俺でもね、阪神ファン人気だったんだよ。俺ドラゴンズでさ、名古屋球場で試合やってる時にさ、阪神ファンレフトじゃん、はいはいはい、レフトに持ってたら、あの愛子は阪神来いとか。ありがたい。阪神行ったら行ったでめっちゃやじられそうだけど。へえ、そうか、ビジターだとレフトスタンドですもんね。そうかそうか、確かに。いやでもあの応援はね感動した。俺オープン戦で真弓さんの応援見てもう感動しちゃったもん。あのスタンドが動いてるとか思っちゃって。へー、オープン戦で。オープン戦ですごい。あ、すごいな、すげえとか思ったよ。真弓さん当時大スターですもんね。はあ、すごいな。かっこよかったよ。俺がまだピッチャーでオープン戦投げてる時なんてさ、あの阪神なんて真由美、岡田、掛布、バース。おお。あ、まだいたんすね。バース。俺掛布さんバースに投げてるから。へえ。どうなんですかバースに投げる気持ちって。でかい。マジで怖い。で、すっげえベースから離れてるから投げずれんだ。へえ。いやちょっとそれはないっすもんね、バースに投げるって。確かにすごい。まあ真剣勝負じゃなかったとはいえ、オープン戦とはいえすごいな。しかも当時現役のバリバリの。そうだよ、俺掛布バースを抑えたからね。すごい。俺掛布さん初球、俺その時さ、ムービングファーストボールってシュート気味のボールを、はいはいはい、覚えた年で3年目で、はい、それをもう投げてたわけ、左バッターのインコースに、はい、掛布さんの頭にぶん投げちゃってひっくり返しちゃった。投げた瞬間にやっちゃったと思ったんだよ。避けてくれて本当よかった。掛布さん耳つきやねえじゃん。はいはいはい、あ、確かに、うん、そうだ、投げた瞬間やっちゃったと思ったの。あれ当時はもう耳つきじゃない人多かったんですか。田渕さん、バースは確か耳つきだったよ。あ、田渕さんでしたっけ、なんか耳つきなくて当たって
いや、あの頃はヘルメットが、あの人ヘルメットかぶってない時じゃないから。え、そんな時代だった？昔ってヘルメットかぶって、だってダイソーなんてヘルメットかぶってねえじゃん、昔。え、そうでしたっけ？そうだよ、俺入った頃だってそうだ。へえ。ネットかぶんないダイソー出てきてたから。へえ。ちょっとその時代知らないですね。知らない？はい、うん。ヘルメット今コーチはヘルメットかぶってるけど、はいはい、昔コーチはヘルメットなんかかぶってねえよ。それはなんとなく覚えてますね。すごい。だけどトーモンっていう、うん、耳付きになるっていうアマチュアの世界でも両耳になるきっかけになったのが、うん、あのトーモンっていう東大の選手が、うん、キャッチャーか何だか分かんないけど送球を左バッターだったのかなって、左が片耳だったの。俺らはここで片耳が、はい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 、ありましたね。耳 のない方に当たって死んじゃったのよ。科学大学で事件があったのよ。聞いたことあるの。そのキャッチャーがで研修されて、それで両耳をつけなきゃいけないみたいなことになったのよ、アマチュア。はあ、すげえ話ですね。はあ、じゃあ当時は両耳、プロでも両耳じゃなかったと。プロはだから片耳で、俺らの時は1年目の選手は耳付きをかぶんなきゃいけなかったので、2年目から耳なしで OK だった。へえ、なんかそういうよくわかんないルールがあったの。確かによくわかんないで、俺がバッターの時にはもう3年目だったから、はいはい、いきなり耳なしをかぶれたんだ。だけどファームのピッチャーでバッターボックス入る時はちゃんと耳付きかぶらされて。うん、当時 DH なかったんですね、ファームは。でない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 。へえ。俺だって結構あの1年目でファームでピッチャーでホームラン打ったりとかして。いやそれ思うんですけど、そのウエスタン、え、そうか、2軍だとウエスタンとイースタンじゃないですか、うん、だからセムパンも混じってるじゃないですか、うん、で DH があるリーグの選手が打席に立つ意味ってあんのかなと思ってたんです、ずっと。それはパリーグの、それこそ今だとウエスタンで言ったらその、オリックスとか、うん、今は分かんないよ、DH あるかもしれないよ。あ、俺らの頃はなかった、DH。俺、まあ、自慢じゃないけど、はい、多分なかなかそういう選手いないでしょ。俺、お前あの一軍の先発要員で当て馬ってあったんだよ。だから相手のピッチャーが右か左か分かんないから予告先発はなかったから、だからあの例えばあのライトがあの左ピッチャーだったら右バッター、よくありますね。左バッターだったらあの右ピッチャーだったら左バッターって言って当て馬って言ってどっちを出すか分かんないから、ピッチャーを上がりのピッチャーを当て馬にって言って昔ありましたね、スタメンで出るのよ。俺同じ時間にファームで先発してるんだよ。だから俺1、2軍同時先発してる。オッケー。あ、それできるんですね。登録は1軍にやって、俺1軍にいてファームの試合投げてこいって言われて、あんまり試合投げてなかったから1軍で1年目の時。はい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 。そうか、親子ゲームみたいなんでよくありますもんね。そういうのね。へえ。でデーゲームの時に俺ファームの試合を投げてって、多分ジャイアンツ戦かなんかだと思うんだけど。すごっ。それいるんすかね。ちょっといないかもしれないですね。それあんま聞いたことない。聞いたことないです、ないです、ないです。はい。なかなかないよ。いいよ、そうですね。確かに二刀流だから。まあそうですよ、初代二刀流ですから。へえ。いや、もうバースの話すげえ聞きたかったな。え、俺だってあの頃オープン戦でさ、ドラゴンズ矢沢さんに投げたりとかさ。そうか、うん、レジェンドですもんね。レジェンドでもヤクルト若松さんとか。はあ、もうやっぱ左バッターに投げるって感じだったんですか。その時山本っていう監督がもうワンポイントで使うみたいな感じだったから。でもそう考えたら左のレジェンド多いっすね。俺ね、ほんとね、バースを抑えて、はいはい、俺初原さんと1回だけ対戦して、うん、俺あのファールフライに競ってるし、もうあの結果だけを言わさせてもらうと、バース掛布を抑えて、うん、矢沢さんを抑えて、原さんを抑えて、紅白戦で落合さん来ちゃうことにしよう。すごい。1年目で。え、1年目。いや、あれ3年目。へえ、すごいな。さすがレジェンド切りですね。レジェンド切りまくってる。はあ。
でもそうか、オープン戦だからそんな多くは投げないですもんね、多くの選手というか。うん、投げない投げない。はあ、でもその中で掛布をやっぱりそこの時代の話はすごいワクワクしますね。いやもうでもね、感動だよ。いや、それ俺あの縦島に憧れてたから、うん、ああ言ってましたね、うん、だからそれでさ、もうあの子供の時から見てる掛布さんじゃん、うん、構えてそうですね。それその後次はバースだよ、こんな。はぁ、すげえなぁ。その場面は甲子園だよ。いや、それ痺れますよ。痺れる痺れる。あ、お客さんはもう当時満員だったと思う。結構入ってた。はぁ、あの、でも多分土曜日とか日曜日だったから。まあそう。お客さんもすごい入ってた。はぁ、うん、当時じゃラッキーゾーンもあったでしょ。ね、俺1年目はあったかな。3年目はなかったかもしれないけど、やっぱ狭く感じるもんなんですか、ラッキーゾーンは。ラッキーゾーン狭い狭い。へえ、いやすごいな、いやすごい話ですわ、本当に。もうあの甲子園の名物カチ割りあるじゃん。はいはいはい、あれクソまじいからな。いや何の話だよ急に。あれが急にディスりあれ水道水ただ凍らしてるだけなんだと思うんだよ、わかんないけど、クソまじいんだあれ。いやこの間テレビでちゃんと氷作ってましたよ。え、カチ割り氷の会社や。いやあれね、クソまずくて、だから俺らあの買って、うん、あん中にジュースを入れて飲んでた。はあ、あれが溶けた水飲んだらクソまずいから。うーん、俺甲子園の時に3年で甲子園出た時に、うん、あの1日だけ休みもらって全員で阪神パークに遊び行って、うん、あと甲子園の外野席入って、うん、カチ割り飲もうぜって言ってカチ割り買って飲んだらクソまずくて。いやそれは多分感動の彼女もなかったんだよ本当に。それは多分高校野球用になんか改変されてます、多分ちゃんと美味しいです今多分。え、プロ今ちゃんと改変されて、改変されて美味しい。いやもうだから絶対あの関西は水道の水まずいって言ってたから絶対水道の水を凍らせてんだと思ってたよ俺。いやいや、それは偏見ですわ。え、当時だから俺らあの関西当時はさ、ファンタあったじゃん、はい、ファンタの缶ってあの関東は350ミリしかなかったんだよ。おい、はい、こういうさ500ミリの缶って売ってなかったんだけど、関西行くとファンタ500ミリの缶があった。へー、だから、うん、わざわざそういう自販機でそれを買ってあのカチ割りに入れてるの。当時ファンタってグレープとオレンジありました？あったよ。あ、うん、ずっと変わんないですねそこは、うん。はあ、すごい話だな。昔はさ、うん、そのジュースなんてさ、500の瓶だったわけじゃん。瓶？知らない？瓶は知らないですね。あの350か250のちっちゃい瓶、コーラなんて。あ、コーラの瓶みたいな感じか。500の瓶があった。で、それの自販機があったんだよ。で、こうさ、それでさ、コーラとさ、ファンタもあったんだよ。で、あとスプライトがあって、でこうお金入れてガシャンって抜くのよ、うん、頭がこう出てて。見たことある。でさ俺さ先輩にさ、お前これあれだぞって、2本同じタイミングで抜いたら2本抜けるぞってここに来てまた犯罪の話してるぞ。すごい反射やったんだよな。やった瞬間にどっちも抜けなくなっちゃった。あら、二頭モノワだ。これはそれは。それ対策されてるのかな。え？対策に二本取られないような対策。いやまあよくわかんないけど。はい。悪い先輩。考えますね。当時の悪ガキは。そう。本当にけど。コーラのさ、うん、こうね、この瓶のさ、この底のこの角っこがこうなんか。穴があって、穴みたいなのがちょこっと開いてんのよ。でそれが四角と丸があるわけよ。ほんで、これもう都市伝説的な話なんだけど、多分俺らぐらいの年齢の人だったらみんなあるあるだと思うんだけど、四角が辛口で丸が甘口だとか、みんな言ってたのよ、コーラ。甘口とかあるの？そう。へぇジンジャーエールみたいなね。知らなかったなでも実際は違う、多分違うんだと思うんだけど。都市伝説僕らの時代はだってもう瓶はなかったですからね、うん、そうあの2リットルのペットボトルがまだ売ってあった時期でした、うん、
自販機で瓶は持って帰持っていくと20円とか500は20円とか30円で1瓶で、すごい知らなかったなだからあの学校昔はさヤクルトあったじゃん、はい、ヤクルトってさこんなさ緑色の箱をさパカンと開けるとその中にこう、うん、ヤクルトおばさんが入れてる、そうですね、毎日入れてくれてて、はいはい、だけどそれがないうちっていうのはさあの家の門のさ塀の上にこうよく牛乳とかヤクルトジョアとか置いてあるじゃん、俺がそのもしかして、うん、ここはマジで YouTube に切り抜きさせてください一行だけじゃ犯罪し犯罪し何が犯罪だよだって軽犯罪軽犯罪軽犯罪、いやいや、やっぱり子供としてはほらやっぱりあの子供だからねえまあねたまに、ああはい、何曜日だか忘れたけど、その家は毎回出てるっていうのは気づいてたんですかね。いや、わかんないけど。のかないんすけどみたいな言われてたかもしれないです。だな。毎回って普通でもバレますよ。あとたまだからいろんな家にたまにさこう牛乳の1リットルのパックが置いてあったりとか、はい、うん、お腹壊しそう。え、俺だから小学校の時なんてあの学校のさ学校に畑ってあったじゃん、まあ、ちょっとしたまあまあまあ再現みたいな。でささつまいもとか作ってなかった、じゃがいも作ったり作ってた、あってた。俺は朝行くじゃん、はい、あの いつも同じメンバーで朝学校行くんだけど、はい、っていうのとっていうのといつも一緒だったんだけどさ、はいはい、そいつらと行って朝畑行って芋取って給食室の裏の釜の中に入れといて、で学校帰りに行くと焼き芋になってる世界に芋焼き芋食いながら帰ってたのよ。すごいな。え、手が混んでる。堂々と悪い話してる堂々と悪い話してますね。かわいいもんじゃんそんなの。まあね、でもそれ秋限定ですもんね、芋なんて。そう、確かに、うん、秋が来たら、だからちょうどね、美味しいんだよまた。いやまあそらそうですよ。みんな手塩にかけて作ってる。人がね頑張ってね作ってくれてますから。しかも無農薬ですもんねあんなとこね。そう無農薬、無農薬、うん。泣いてんだろうな掘った人。え、うちの芋がないっつって。まあでも犬とかが掘りに行きますからね。それに比べたら。まあ、人んちより学校の方が野良犬が掘って野良犬がうまい、だってさ、うん、いやいや全然いい、全然ダメですよ。やばくない、ちょっとなんか全然ついていけないんだけど。あのやってることはマジあのタイ人の窃盗団と同じですよ。そうだよ本当に。この間あの山梨で桃を剥ぎ取ったあの外国人と一緒ですから、ね、だから社長元気してっかな、うん、元気してっからじゃないんですよ。年金もらってるから大丈夫だってそうか、うん、その金はだって愛子さん稼いで最終的に年金としてね税金として払ってたわけですから、ね、あんたも税金払ってないから、あその大人になってから巡り巡って大人になって、そうです。それ俺は、うん、あのあれだぞ、あのお前らよりも数十倍も、うん、あの何百倍も余分に税金払ってるからね。そうですよね、うん、そのおかげで今子供たちお前らに手がかけられそうです。そのおかげで今寿司の子供たちが分ってるんですもんね。そう、かわいいな、うん、あでもね勉強になりました。何が絶対でも周り思ってたでしょうね。愛子くんやってるでしょっつって。何をそうですよやってるとかいうレベルじゃなくてあなたやってますよねっていう。じゃだけど他のクラスもちょっとね、あの俺 B 組ってとこだったら、そんなに B 組の中じゃそこまで流行ってなかったのよ。他のクラスが、あクラス単位で、そう、もう女から男からみたいな、なんかちょ女もブームみたいになっちゃって、まあまあでもちょっと分かります、一回誰かがやってたら、うん、みたいなのがね、できそうみたいなね。そうでどん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 もうあの現場が足を伸ばしてもう全然遠いところのデパートとか行ってとか、
なんかもうちょっとエスカレートしちゃってて、それがだから大事になっちゃって、で140人、大量だな。140人ってすごい。半分だよ、半分近く。40やばいな。ちなみになんですけど、愛子さん、まあこれは別に自分の話じゃない話として語ってもらってもいいんですけど、今までで、もういい話だったのに今日も。何を？前半すごくいい話聞いたなと思ったのに、え？後半ずっとの話じゃないですか。こんなもん YouTube で流せるわけねえだろお前よ。話しちゃったでしょ。まあ片桐の編集次第だな。いや俺もさんに届いてほしい。これあとはそうですね。まあ本当に。あ、もう終わりです。いやそうなんですよ。まあでもね、すごい、まあ、時代というか変な話はあれですけど、うん、昔はね、でもね、みんなどこの地域でもさ、そういう悪ガキばっかでさ、楽しい時代だったのよ。若気の至りと言いますかね。多分ね、みんな経験してない。ないっないっすね。ないですけど、まあまあ分かる時代がそうなのかな、うん、まあね、全部フィクションですからね、今日の話作り話ですから、今日は皆さんをね、俺脚本家だもん。そうですよ、皆さんのご機嫌を伺おうと思って、ね、お話しした。俺ね、本当かどうか分かんない。これユーザーの皆さんに、はい、あれだぞ、うん、みんなに伝えとくけど、うん、ちょっと2つほどね、YouTube もね、コラボが来てんだよ。あら。でさ、俺全然違うジャンルなんだよ、はいはいはい、一個は。はい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 。要するに怖い話。あ、怪談系というか。うん、俺だからそう頼んできたマネージャーさんにはさ、え、とかそういう話。聞きたい。そういう、だその怖い話じゃありませんって。そりゃそうでしょ。お化けのほか、あ、それも好きですね。稲川淳二が話してるの見たことありますよ。稲川っぱいじゃなくてね。もう一個は竹志軍団。ああ。実は俺現役の時竹志軍団とすげえ絡んでる。そうか。そう。で軍団とちょっと軍団が今 YouTube 今年始めだからコラボ。今竹志軍団さんはオフィス北野じゃないんですよね、うん、確か。名前方タップっていう。あ、そっか。オフィス北野系列だった。その後。いやいや、だからその子が名前変更したのよ。社長も変わって、枝豆さんが社長になったから。あ、そうなの。たけしさんについて行ったわけじゃないんですね。行ってない、誰も。そうなんですか。誰も行ってないんじゃない。あ、うん、じゃあ新しい事務所ってことなんですね。そうそう。はあ。あ、だから事務所は一緒なんだよ。名前が変わった。なるほどなるほど。へえ。楽しみです。だからぜひね、皆さんも、うん、YouTube の方も見ていただいてですね、楽しみ、はいはい、で、今日のやつも、本当に前半の真面目にいい話の部分だけを切り取って、うん、片桐がダイジェストで流しますんで、後半のの話は全部ピーですから。え、全部ピーです。これずっとピーだもん。でえ怖い。まあまあでもそういう話もできるのが YouTube ですから。確かに。そう、うんうん、まあね、そういうことでね、はい、ということで今週も楽しいお話でございますね、はい。まあとにかくネオは頑張れよと、うん、いうことで結論は、はい、ということでね、今週は千葉ドラが来てくださいました。お前ね、本当に忙しそうにするなよ。忙しいんですよ。何が？余計な仕事がいっぱいあって、はい。まあいいや。また連絡するから。はい、はい、ぜひ。ありがとうございます。はい、ということで、ね、はい、皆さん良い週末を。今週末くっそ暑いらしいから、ね、みんなね、くれぐれも熱中症には気をつけて、うん、お過ごしくださいということで、それではまた来週です。さよなら。また来週。